ニータスペシャルコラボ企画、はい、ということで今回は大分トリニータの現役選手お二人に来ていただきました、はい、よろしくお願いします。お願いします。ではまずは自己紹介をお願いします。大分トリニータの背番号13番、伊佐光栄です。トリニータに、在籍しても今年で10年目になる、一番フル株です。よろしくお願いします。ベテランです。大分トリニータ背番号5番中川博人です。 J リーグで一番身長の小さい、プロサッカー選手です。よろしくお願いします。何センチなんですか？155です。あ、そうなんですか。大きく見えました。見えました。ちっちゃいんですよ、実は。見えないです。見えるって言ったんだ。見えるですね、リスキリングというものをテーマに話題を進めていきたいなと思っているんですが、はい、リスキリング聞いたことありますか？はい、ないです。ないです、ね。簡単にリスキリングとは何かご説明させていただきますと、はい、新しい知識やスキルを習得することで、はい、異なる職種に転換したり、また新たな職種と掛け合わせて異なる分野への挑戦を促す取り組みのこととなっています。わかりました。ちょっとわかんないな。簡単に言うと、新しい知識とかスキルとか、そういったものを習得する。それを活かして、違う職種に、変えたりとか、はい、その職種と今の職種を掛け合わせて、何か新しいことにチャレンジしたりとか、だからそういったことをリスキリングと。なるほど。わかりやすい。わかりました。それは新しい言葉ですか？なんか多分スキルを新しく習得するっていうのが2月のリスキリングですね。わかりやすい。わかりやすい。勉強になりました。ありがとうございます。終わりじゃないですけど。終わりじゃないよ。しまった感じですね。ありがとうございました。はい、お二人まだまだ現役バリバリといった感じだと思うんですけれども、はい、今だと人生だったり生涯の一つの軸をキャリアとして捉えるデュアルキャリアっていう考え方が主流になってきていまして、また横文字出てきたなって思ってますよね、絶対。それ聞いたことあります。ありますか？はい、例えば2人でお話しした時に、そのサッカーをしていることだけをキャリアとして捉えるのではなくて、人生全体をキャリアとして捉えるみたいな考え方になっているっていうことですね。なるほどね。はい、なのでその人生を通して考えたときに、お二人が今何か考えていることだったりとか、新しくチャレンジしようと思っていることだったりあったりしますか？僕はね、そこまで考えてないです。明日のことも考えてないです。明日は考えてます、はい、ご飯ぐらいですね。ご飯は考えてます、まあ、今日魚食ったから、はい、明日に向こうかなぐらいやってます。あれ その成長過程で一日一日を学ぶことを大切にしてます。子供の頃から、はい、高校大学までは1年が長いってよく言うじゃないですか。あれって多分僕の解釈的には一日一日に新しい発見があって、新しい学びがあるからこそ長く感じる。宿題だったりそうやし、だけど大人になったら急に1年が短くなる。それは多分学びをやめるであったり刺激が少なくなるから、だからそうはなりたくなくて、その長いさっき言ったキャリアの中で少しでも成長とか少しでも自分にいい武器を備えるために一日一日学びを大切にしてるなって感じがあります。素晴らしいですね。ありがとうございます。素晴らしい。長いけどね。この感じでいくとちょっと2時間、はい、今新しく取り組んでることだったりとかってありますか？でもこの本当にプログラミングもそうですし、新しい何かチャンスがあったら自分から飛び込もうっていうのは思ってます、本読んだりだったりでもあります、なるほど。伊佐選手は何か言ってることとかないですね。そんな考えてないんかい。でも今言ってないですけど、僕好きなことははっきりしてるんで、なんか筋トレだったり、はい、なんかコーヒーだったりってのあるんで、筋トレのトレーナーの資格は取りました、独学で。コーヒーも自分でネットだけ販売してるし、去年はなんか暇やったんで簿記の勉強を独学で3級取りました。
ボケ三級。ボケ。ボケってさ、関西人やから。ボケとかない。ボケ三級。じゃあ次突っ込みに行こうかな。ないないない。ボケとボケするのに級が必要なんですよ。すごいめっちゃすごい。独学でそれ学んだ。しかもどこに提出するの？吉本。吉本それ提出するんですか。よう受かりましたね。初審査会と言います。やばっ。あ、簿記も取られたんですか。はい、でも何も忘れましたけど、ね、でもそれはなんか取ろうと思ってきっかけとかってあったんですか。あはそのサッカーだけ僕は打ち込むよりもサッカー以外のなんか他のこともやってる方が精神的になんか安定するというか、まあ、それ人によって違うんですけど、なんかそこからすごくさらに興味を持ったことだったりとかありました。そうですね、でも僕はなんかその自分で事業してお店とかを出したいんで、結局その次のステップでそういうとこなんで、はい、選手やりながらだとなかなか難しいかなっていう、そこの一歩はっていうところで止まってるって思います。でもまあ想像というか構想しておくのがすごくいいことですよね、はい、なんかチームの中でそういった悩みを持ってる方とかそういった新しい取り組みだったりとかなんかお話しする機会とかありますか。僕はあんまりしないですよ、ね、ちょっと恥ずかしがり屋なんで、はい、その真剣な話をあんまり選手しないです。あでも確かにそれはあるかもしれない。そうずっとふざけてる方がなんか楽っていう、うん、てかあんまり考えてる人が少ないと思います。あ確かにサッカー選手は、うん、あでも今のことを一生懸命ってことですよね、はい、うん、あっても見せないんじゃないですかね、うん、やっぱ、うん、1分1秒の世界やからあんまりそれ悩んでるどうしようっていう話は僕は聞いたことないかもしれない。特に伊佐くんとかは、まあ、僕年下で旗から見てなっちゃいますけど、本当に多分一番僕4チーム目かなクラブ一番なんかその時間を大事にしてるタイプで、サッカーの時間サッカーめちゃくちゃ頑張るし、サッカーじゃない時はそっちに集中してるし、だから本当に何なんだろうな、その悩みも一つ一人それぞれあるかもしれないけど、伊佐くん見てるといいなとは単純に思いますけどね。表情がですね、30秒間、まあ、気持ちが出ました。気合っていうのはどこから来るんですか。あのぼやっとですけど、はい、自分でなんか稼げるようになりたい、なんか自分のためにというよりも家族が不自由なく生活できる環境を整えてあげるのが一番モチベーション。なるほど、かっこいい。ありがとうございます。いいコメントっすよ。何しよう考えてたんですか、これ昨日の夜。これ言おう、これだけ言おうって考えてたんですか。いつだそこまで最初自己紹介の時に言おうかなと思って。はい、そちらはいかがですか。新しいチャレンジだと思うんですけど、めちゃめちゃ難しいです。初めてのことなんで、はい、特にそのスポーツから、まあ、遠いというか、はい、結構かけ離れたジャンルって言いますか、はい、なんで正直何やってるか分かんないですけど、でもなんかいい刺激にはなります、はい、僕はその違うことやってるっていうのはなんか新しいことなんで、まあ、それをやってまだ将来どうこうしたいっていうあれは見えてないですけど、まあやることは大事かなと。中川選手はいかが。僕は明確に目標があって、それに近づくためにずっと悩んでて、だけどこのお話をいただいたときに、あ、これ逆算できるなと思ってパッと入ったので、まあ伊佐君言ったようにサッカーのとは違う刺激が脳みそに入って、それでも成長してる実感もできるし、とは逆に僕には夢があるので、その夢の逆算として今やれてることはプラスで、だけどすごく本当に難しいし、うん、全くそういう勉強やってきてないから多分難しいって感じると思うんですけど、普通の人だったら普通なんだろうな、だからそこで差はすごく悔しさはあります、うん、ちなみにもし聞いておければその目標って。あの目標夢、まああんまり言いたくはないですけど。言っちゃった。まあそのある業種に就きたくて、はい、その業種っていうのがすごい古典的で、でそれをもっと今風にしたくてアプリを作りたくて、今風になればもっと潤滑的に仕事も
できるし、はい、もっと簡単に選手と選手がつながれるので、そこは夢なので目指しているところはありますね。すごいですね。まあ、改めてなんですけど、今そのプログラミングの勉強を2人ともされていると思うんですが、はい、まあ、練習とか試合とか今日もちょっと拝見しましたけど、はい、やりながら両立するのってすごく大変だろうなって思ってて、実際のところどういうふうにやりくりしてるんですか？で、正直朝やったらもっとできるんですよ。はいはいはい、僕朝起きるの得意なんですよ。はい、でも昼からってなると僕2人とももう家族いるんで、はい、どうしても時間が確保しづらいんで、そこをもううまくこうかいくぐりながらやるしかないな。ナイス。じゃあもう隙間時間でって、うん、もう空いてないんですよ。プログラミングやる時間はないけど、うん、もう無理やりクッと開けてやってる。このプログラミングの話はですね、また別の回の動画でお伝えしますので、はい、そちらを見ていただければと思います。はい、はいはい、ということでお二人にはそれが編集で作った編集で、はい、すごいね初めて見た、あんな感じでやんねんどうぞどうぞどうぞ、はい、もう一回はい言うやん、絶対笑うんやけど俺。はい、じゃあ、はい、はい、いますよ、はい、静かにしてください、はい、はい、はい、言ったやん言うやん、それ笑うやん、めちゃくちゃ言いづらくなるよ、それ流してあげてよ大丈夫、はい、はい、はい、ありがとうございます。今回ははい、言わないかよはい、言わないかよはい、言ってください、言ったそれは突っ込んでる言った方がいいですか？はい、絶対います、絶対行きます。めちゃくちゃ重い。はい、はい、はい、今回は現役 J リーガーの2人にお話を伺ってまいりました。レバレジズではこうしたデュアルキャリアの形成やリスキングのサポートを積極的に行っています。お二人が取り組んでいるプログラミング、こちらの学習についてもまた別の回で詳しくお伝えしていきたいと思います。これで今日の動画は以上になります。概要欄には企業ブログや採用情報なども載っていますので、ぜひご覧ください。それではまた次の動画でお会いしましょう。